あ、ダメよダメよダメ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 、手出したか手出したか、やだ、あ、もううんちゃん、いや、パパ、ゴーくんがギュッとさ、で、あたしやった、あ、だってうんちゃんずっと蹴るもん、こっちとかこっちとか、うんちゃんが蹴ってきたって、ゴーくんもだよ、ゴーくんも、あ、どっちが先蹴った、ゴーくんだよ、なんでクーちゃん蹴ったの？蹴ってないよ、ゴーくんが最初に、最初どっち？クーちゃんに、ドラえもん見てた？最初に、こっちが、あ、こっち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 、どっちが先に蹴った？最初にクーちゃんが嫌なことしたの？違うよ、ゴーくんだよ、あ、ゴーくんが最初に嫌なことしたの？うん、ゴーくんが遊んでやめたばかり、遊んでやめたばっかり、遊んでたの、ビービー、それで、そのばっかりで、うん、さ、隣に聞いてたらさ、うん、クーちゃん蹴ってないって言ってた、蹴ってないよ、クーちゃんの足が当たっちゃったの？うん、違うよ、クーちゃんさ、うん、さ、ずっと蹴ってたよ、蹴ってた、ゴーくんだったら蹴ってたよ、でゴーくんは蹴ってない、蹴ってたよ、あ、じゃあどっちも蹴ったの？そう、うん、ねえ、やったな、うん、やったな、やったって、ママ、ゴーくん、一回は蹴った？一回は蹴っちゃった？蹴ってたよ、そっち、テレビ見てる、蹴ってたよ、まだだな、明日の朝、蹴ってたよ、ご飯食べたでしょ、蹴ってたよ、ゴーくん、蹴ってない、あ、ダメよ、ダメよ、手出したか、手出したか、あら、あ、もううーちゃん、いくよ、どっちが先に、うーちゃん、うーちゃん、さっきテレビ見てたから、うん、でも、僕もずっとテレビ見てたって、うーちゃんが何もやってない、うーちゃんが先にだったよ、うーちゃんが先にやっちゃったのね、違う、だから、うん、あ、やっぱりふーちゃんが先にやったんやろ、ねえ、やったー、じゃあゴーくんが先にやったの、バナナ全然やったの、だってバナナ来たふーちゃん、そう、ふーちゃんが先に蹴ったからゴーくん蹴ったんだって、そう、やり返ししたよな、ふーちゃん先にやっちゃって、ゴーくんも蹴ってきたの、ゴーくんも後から蹴ってきたんだね、みんなふーちゃんが先蹴ってる、なんで蹴ったの、ゴーくんが嫌なことしたの、だからさ、さ、ふーちゃんをドラえもん見てた時さ、うん、ふーちゃんここで寝転がって見てたら、うん、ゴーくん急に足ここにやったから、体当たったの？なんで蹴るの？どいてって言わないと。やってたよ。それはパパ見てたからね。パパ見てない。パパはさ、ずっとさ、遅かったからさ、仕事にずっと行かない。ねえ、今帰ってきたからわかんないの。ママも見てないって。だってママさ、近づいてたからさ、見えない。
はるこそこで書かないよ。やめなさい。ゴーくんだってしてたよ。ゴーくんもしてたの。ふーちゃん、ゴーくんもしてたの分かったけど、ふーちゃんが先にやったからゴーくんやったんだって。なんで先にやったのって聞いてるみんな。どうして蹴ったのって。邪魔だったの？ゴーくんの足が来ちゃったから。言わないと。足やめてて。って言わ、なんで言わないの？なんで足出ちゃうの？ゴロンしたゴークの足が当たったから嫌だから蹴ったんだって。嫌って言った？ふーちゃん言ってた？ふーちゃん嫌って、うん、じゃあゴーくん嫌って言われたらなんで続けるの？足邪魔で嫌なんだって。ゴーくんどいてくれなかったの？でゴーくんもどかなかったからダメなんだって。嫌だったんだって。ごめんなさい。できる？ごめんね。いいよ。ふーちゃん蹴っちゃったからごめんねしたのね。ゴーくんはなんか足が顔に当たっちゃったんだって。ゴーくんの足がそれが嫌だったんだって。うん、頭打蹴ってない。蹴ってない、うん、足当たっちゃったんだって。蹴ってないけどゴーくんの足が当たっちゃったんだって。それがふーちゃん嫌だったって。こんなぐらい。そう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 、それが嫌だったからふーちゃん臭いな。臭かったから嫌だな。それは全然関係ない。ふーちゃんごめんなさい。ゴーくんから言ってもらわなくてもいい？もうおしまいでいいの？嫌だだってゴーくん。解決しました。早いです。ハルコン梅の腫れてるよな。そう、あの昼間見ると真っ赤真っ赤。いや背中かいたから。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。あーすごい。幼稚園でやってるの？幼稚園で練習。え？あ、幼稚園の後にないの？そんな家で練習してないやんな。どうやって上手になったの？あんないよ。足上げて。あ、そう。めっちゃ早なってきたよ。ちょうどいいな。早っ。すごいや。怖くないん？いつも怖い怖い言うのに。かなり早かった。あ、でもちゃんと足であれやな、こけそうになったらやってるわ。ふーちゃんは？すごいすごい、ほんまに。ゴーくんちゃんと体で曲がってるわ。うん、あ、ちゃんと方向やってるわ。上手。
すごないゴーくん。こいでるやん。危なかった。ゴーくんすごいわ。大丈夫ですか？大丈夫ですか、ゴーさん。また英語の先生聞いてみ、これなんて読むのって。スクーター、そうスクーターやけどちょっとな発音が怪しいから先生にちゃんと聞いて。スクーターってな多分違うと思う、もっとちゃんと発音覚える。スクーター、先生にスクーターって言ってもらったよな。そうね、先生どっち行くよ。すごすぎ、絶対いける。ゴーくんまた自転車挑戦しようよ。